右手の人差し指で押すインパクトという話ですが、グリップですね、人差し指のポジショニングってとても大事で、このような握りじゃなくてこのような形ですね。ここをすごくレクチャーすることが多いです。というのも、右手の人差し指で押す、これはヘッドスピードを上げるポイントとしてはかなり重要で、このハンドファーストの状態から、どういうのように捉えていくかというと、ここからうまく左の方の方向転換、左グリップエンド、左手とグリップエンドで方向転換をして、右の人差し指を固定するような感覚ですね。ちょっと起点をこういうふうに、作ることによって、ちょっとこのボールで確認してみましょうか。ここですね、ここが起点の場所になります。そうするとグリップエンドはこのボールを中心に回っているように見えるはずです。まあ、それが人差し指ということになるんですけれども、右手で押すというよりは右手で押さえる、そして後ろ側のグリップエンドを揺らす。そうするとこのように先端が走るということですね。このように押すという意味合いではなくて、これも押すということですが逆ですね。右を固定して左を動かすことで、右の人差し指の押しというイメージを作ってください。まあ、だから押すといっても動かすんではなくて、まあ、やや固定するような感じで右の人差し指を使っていく、このようにですね。左のグリップエンド、左手ですね、右の人差し指を中心に動かすような感じ。このように右手が動くんではなくて、右手を中心に左をグリップエンドを動かす、これが押しの感覚になります。ですから、まあね、どうしても逆になっちゃう方で、実際スイングしててもこう右手でね、なんか振り回しているように感じるんですが、このように右を中心に左が円を描くような形でここを起点にしますね。そうするとグリップエンドとクラブヘッドが逆に動くと、これがヘッドスピードを上げるクラブの動かし方、リストターンになるんですね。このような練習の方法、ヘッドスピードを上げる技術になりますので、そのためにはね、まずグリップ、人差し指のポジショニング、そしてグリップエンドの使い方、ここをね、何度も練習していただいて、右手でね暴れるような使い方で押すんではなくて、この人差し指で、グリップの方を押すという表現を固定する方の感覚で理解すると、ヘッドスピードを上げれます。やってみてください。原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、毎日更新しております。見逃したくない方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。